どうも、坂本です。今回は、なぜ膝は曲がってしまうのか、それと、曲がった膝を最速でまっすぐにしていく方法についてお伝えしていきます。もともとは膝はまっすぐでずっと生活していて、生活していくどこかのタイミングで、ちょっとずつ膝っていうのが曲がっていってしまって、気づいた時にはですね、膝をまっすぐにしようとしたらまっすぐにならなくなっていた。こういう経過をたどって今現在膝がまっすぐ伸びない人がほとんどだと思います。で、もともとはまっすぐだった膝がなぜ曲がったまま伸びなくなってしまうのかっていうことなんですが、これを考えるときに大抵の人が関節がどうにかなってですね、つまりこういう関節のこの動きの時にぶつかってこの関節が止まってしまうせいで膝が伸びなくなってしまったって考えてる人が多いですが、実はこれってほとんどないです。実際にはほとんど全てのケースですね、膝を曲げるときに使う筋肉が縮まったまま伸びなくなってるから膝が伸びなくなってしまう、もしくは伸ばしづらいっていう状況に陥っているんですね。確かに中にはほんの少し数%ですが、実際にこの関節ですね、骨がぶつかってそのせいで物理的に伸びなくなってしまってるっていう人もいるっちゃいるんですが、もともと昔はこういう風に普通に曲げ伸ばしができてたわけですから、この関節の膝の関節の隙間っていうのは普通にあったんですけど、こう生活の中で狭まってしまってこうやってぶつかって伸びなくなってる人、こういう人って何が原因でこう狭まってしまうのかっていうと、この骨を動かすのって膝の周りの筋肉なんですね。これが硬くなって縮まってしまうから、骨も一緒にそれに引っ張られてこういう風に隙間って狭くなるんですね。それのせいでぶつかって伸びなくなる。で、このケースの場合ってなると手術なしでここをどうにかしようと思ったら、この隙間を広げていってあげないといけないんですけれども、隙間を広げるためにできることって言ったら周りの筋肉を緩めていくことしかないんですね。なのでどのケースだったとしても結局膝を伸ばしていくためにはその硬くなってしまった筋肉っていうのを緩めるしかないんです。で、なんで普通に生活してるだけなのにそこまで膝が曲がって伸びなくなるほど筋肉が硬くなってしまうのかっていうことですが、これはもともとその人の生活習慣、つまり膝を曲げていくような筋肉に対して負荷をかけるような癖があったりする人ですね。そういった人はそこの筋肉にばかり常に若い時から緩い負担をかけ続けていきます。その負担が蓄積されていって筋肉っていうのがダメージを受けていずれ元の長さに戻らなくなっていく、つまり筋肉が拘縮してしまうっていうことですね。硬くなった状態のままになってしまう、つまりは健康な筋肉であればある程度一時的にそこに負担がかかって筋肉が硬くなったとしても、ある程度時間を置いてあげればまた筋肉っていうのは元の長さに戻っていくんですよ。でも若い時から常に筋肉にダメージを与え続けているような、つまりもう筋肉が疲労しまくって不健康になっている筋肉っていうのは、ここに負担をかけるのをパッとやめたとしてもそれだけでは元の長さにもう戻っていかないんですね。なので負担をかけていかないようにするっていうことはもちろん大切なんですけれども、外部からその筋肉を何かしらの方法で伸ばしていってあげないといけないんですね。で、今から負担をかけないようにする動き方とその伸ばしていく方法を実践していきましょう。はい、じゃあ一体どういった生活習慣が膝が曲げたまま伸びなくなってしまう生活習慣なのかっていうことなんですが、まず曲がった膝がですね、こうやって伸ばそうと思ってもなかなか伸びないっていう人は高確率でこの膝に対して違和感もしくは痛みがある人だと思います。で、そういう人でも違和感や痛みが出たばっかりの頃っていうのは膝を伸ばそうと思えば別に伸ばせたはずなんですよ。ただある時気づいたらこれ以上伸びなくなってたとか、伸ばすのに時間がかかるとか、こういうような状態になってしまうんですね。これ何が原因なのかっていうと、一番は膝が痛くなってから膝を曲げて生活するようになる、これが出るからなんですね。つまり膝が痛い人っていうのはこういう風に膝を曲げて常に自分で曲げて生活するようになるんですね。これをやるせいで膝を曲げる時の筋肉に思いっきり膝を曲げずに生活してた時に比べてさらに負荷をかけるようになります。で、もう一つなんですけど、膝を伸ばそうとしなくなるんですよ。つまり膝を動かすと痛いわけですから膝を固定しようとするんですね。できるだけ動かさずに、こういう風な動かすっていうアクションを取りたがらなくなるんですよ。こういった2つの要因があって曲がった膝っていうのは伸びなくなっていくんですね。で、そもそもじゃあそれ以前ですね、痛くない頃、そういう時はこの膝の周りの筋肉に対して一切負荷をかけていなかったのかっていうと、そういうわけではなくて、結局何歳か40代50代とかになって膝に痛みを訴える人っていうのはもう若い頃からここの筋肉に常に負担をかけるような生活をしています。それが積もり積もって痛みになって、痛くなってからさらにより力を入れて生活するようになって、そこから加速度的にさらに筋肉に負担をかけていって伸びなくなっています。なのでまず第一にやってあげないといけないことっていうのは、この膝を曲げてこうやって生活しているのであればこれをやめてあげるってことです。膝をまっすぐ伸ばして、例えばいい方の足があるのであればそっちはまっすぐ膝を伸ばせるはずなんですよ。そっちに合わせてあげる。曲がっている膝をまずこういう生活習慣に変えていってほしいんですね。で、膝が痛くなってから膝の曲げ伸ばしとかほとんどやらなくなってたと思いますけれども、膝の曲げ伸ばしも少しずつですね、生活の中でやっていってほしいんですよ。確かに最初は痛みや恐怖感っていうのがあって怖いかもしれないですけれども、力を抜いて少しずつこうやって曲げ伸ばしですね、生活の中でやるようにしてほしいんですね。そのままじっと傾けるとますます動かなくなっていくだけなので、この2つしっかり改善してほしいんですね。つまりは歩く時にですね、こうやって膝を曲げて歩かないとか、立ってる時にこうやって膝を曲げないっていうことです。立ってる時にも膝をまっすぐにするって、歩く時も健康な方の足と同じようにまっすぐで歩いてあげる。例えば膝を曲げる動作ですね、しゃがむとかですね、そういった時も力を抜いてできるだけすっとしゃがんで立ってあげるようにする。階段とかもそうですね、膝が痛い人の階段の上り下りっていうのはこうやって踏ん張ってこうやって上ったりとか、こうやって踏ん張ってグーッと降りたりするんですけれども、そうではなくて痛くなかった頃にどんどん近づけていく。力抜いてリズミカルにトントントンとできるだけ上ってあげる。降りる時もトントントンとリズミカルに降りていってあげる。これは最初怖いし痛いかもしれないですけれども、ここら辺の筋肉を緩めながら同時並行で少しずつやっていってほしいところになります。で、ここまで来る前に何が悪くてそういう風に膝の痛みが出てしまったのかっていうことなんですけども、これが姿勢なんですね。例えば膝が悪い人で典型的によくあるのがつま先重心ですね。こういう風につま先に重心が寄っていってる人、これはこの膝周りの筋肉っていうのにすごく負担をかけてしまいます。なのでこういったところをしっかり見直していってください。この内くるぶしですね、ここがあるんで、このすぐ下あたりの土踏まずのこの内側の下あたりに体重が乗るようにして、肩幅ぐらいに足を開いて力を抜いて立つ。まずこの立ち方に変えていってください。それプラス立ち方ですね、だいたい膝がこう曲がってる方にですね、こう体の重心っていうのが寄っている人がほとんどになります。つまり今実際やりますけれども、こういう風に寄せていくとこっち膝曲がるし、でこっちに体重がかかっていくので、ここに力っていうのが集まってきやすくなります。ってなるとここの筋肉でこっちに流れる力を支えるので、この膝を曲げる筋肉っていうのにすごい負荷がかかります。これじっと続けているといざこっちに伸ばそうと思った時に伸びづらいっていうことになってしまいます。なのでこういったところもしっかり見直して、できるだけね、こうやって傾いてるなと思ったらまっすぐにするようにしてください。で、膝を主に曲げてしまう筋肉なんですけれども、これは太もものこの後ろ側の筋肉からこのふくらはぎのこの筋肉になってきます。なのでこの筋肉っていうのをしっかり緩めていきましょう。ではこの太ももの裏側を緩めていくのに、今回はテニスボールとタオルを使います。まず膝が曲がっている方のですね、太ももの裏側ですね、このお尻の後ろの方にポコッと出た骨、座骨って呼ばれる骨があるんですけど、それのすぐ下、指1本分ぐらい下ですね、そこにこのテニスボールをこう乗せてください。で、その状態でこういう風に座ってください。で、こっちの足をですね、こうやって伸ばしてください。まあ、膝多分曲がってると思うので、こんな感じで伸びると思います。この状態ですね、タオルですね、この足の指先にかけてもらって、こっちにぐーっと引っ張りながら、上半身をこう前に倒していきましょう。で、テニスボールにぐーっと圧をかけていく感じ。で、これはぐーっと引っ張りながら、手で引っ張りながら上半身を前に倒していく。これでこの太ももの裏側っていうのを伸ばしていきましょう。ぐーっと伸ばしてください。これで30秒伸ばせたら、テニスボールですね、1個分ぐらいずらして、今度はそこをまた同じようにグーって伸ばしていきましょう。この時にこの膝をですね、グーッと地面に押し付けるようなイメージでグーッと伸ばしながら、タオルを引っ張って上半身をグーッと前に倒していく。このストレッチは両方とも呼吸を止めずに30秒最低3セットぐらいはやるようにしてください。で、次はこのテニスボールをですね、膝の裏にこういう風に乗せてもらって、でこのお皿のちょっと上をですね、手でこういう風にグーッと押してください。30秒間ですね。で、離す。これを1セットから3セットの間でやってください。それができたら手を後ろにつけて、でこの足先をクイクイと左右に動かして、膝の裏を少しテニスボールでほぐしていきましょう。膝の裏の筋肉っていうのはそんなに強い筋肉ではないので、これで痛みが強い人っていうのはだいたい10秒を3セット、全然大丈夫だっていう人は30秒ぐらいを3セットやってください。で、それができたら次この下側ですね、こっちを緩めていきましょう。これは何か段差を用意してください。ここまで高くなくてもいいです。雑誌とかでもいいです。何でもいいので、そういうのを用意してもらって、足の裏半分ですね、前半分ぐらいをここに乗せてもらって、その状態でこうやってぐーっとかかとを下に下ろしていきましょう。これは壁に手をつけてやってもらう方がいいです。家に階段とかがあるのであれば階段でやってもらっても構わないです。で、これの負荷を強くした場合は足先をですね、半分乗せてもらいましたが3分の1とか、ちょっとずつここを狭くしていってください。狭くすればするほどかかとが下にグッて下りるので、ここは伸びる力っていうのが強くなります。これで30秒。呼吸止めずに3セット伸ばしてください。先ほどお伝えした動き方ですね、日常生活の動き方で膝を曲げるような筋肉に負担をかけないっていうことをやりながら、このお伝えしたストレッチっていうのを併用してやってもらうと、膝っていうのはまっすぐ伸びていきます。健康的な生活をもう一度手に入れてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。